入っています。さあチャンスが続きます。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。西さん、この場面スクイズはどうでしょう。そうですね、まあ、どちらかというと犠牲フライでしょうけど、奇襲としては面白いかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。しっかり捉えた、破った、二塁ランナー三塁を回った、ホームイン、サヨナラ、なんとサヨナラに決着。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、本当にね、何とも言えない、言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。あの、帰り気をつけて帰ってくださいそうですね、勝ったカープ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のようにセントラルリーグ開幕戦はカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。